その最近じゃあ歳三さん文字ってあんま書かないじゃないですか。はいはい、それはそうですね。なんかそれで例えば文字を書き始めたら、あれカタカナのヨどっちだっけみたいになりません？ヨか英語のイかってことですか？そうそうそう、そういうことです。いやいやいや、ならないですほんまに小学校入る前の子がね、なんか、はい、さーとちーを間違うみたいなはい、はい、あるのはありますけど、はい、もうだって三田寺さんももう、はい、30手前でしょ、ええ年、ええ大人でしょ。あんまり年齢は言わないようにしてるんですから。ええ大人やのに薬指出てこへんことないでしょあと漢字の手っていう字を、はい、跳ねるのが右側なのか左側なのか分からない。左でしょ分からなくなるんですよ、書いてないからやっぱりそれがすごいです、やっぱ、まあ、窓。もっと言うたら別に跳ねんでもええし手でしょ、お手手の手でしょ。はい、手です、はいそこしっかり跳ねなきゃっていう意識はあるんですね。ありました。薬指もわからへんのに。はい。あ、そうなんですね。はい。なんかこうパッと言われたら一瞬右か左かこう判断つかないみたいな、そういうやつです。あ、でもなんか左右盲みたいなことですか。うん。それは多分ある人いますね。はい。なるほど。いや、その三田寺さんにあんまり厳しく言う人いないんで確かになんか全然 OK みたいになってるけど確かに新鮮ですね、やっぱ歳三さんと喋ってると日本語がおかしいって言われたりはい、はい、新鮮です、はい、嬉しいです。58分も僕ずっと根に持ってますから根に持ってるっていうかあ、そうなんだ、はい、58分って言ってたなこの人って思ってましたから。今25分です。いやもうバカだなバカだバカだなって言われた、不思議となんか嬉しい気持ちになりますね、これ僕うまいこと言うんですよ許される感じで言うんですよ上手ですね。そうなんですよ。ちょっとですね、三田寺さんのファンの方怒らないでくださいね。本当に。絶対怒りませんから。みんな優しいから。いやー、ありがたいですね。いや、どうしましょう。終わりでも全然いいですし。終わりますか？どっちでも、まあ、僕は元気です。じゃあ、ちょっとだけ一緒にやりましょう。ちょっとしますか。はい。じゃあ私。